何か用？いや、たまたま見かけたからさ。シノはどこかに行くところか？ちょっとレベリングにでも行こうかなって思っていたところ。一緒に行く？二人の方が効率も良さそうだし。そうだな。こっちはこんなもんかな。シノンの様子は、このうまい体運びだな。トッププレイヤーって言われても全くおかしくないぞ。あの、見られているとすっごく気になるんだけど。ああごめん。何か変なところとかあった？いや、すごくいいと思うよ。それにしても随分と集中しているじゃないか。私以上にストイックな人間がそばにいるんだもの。もしかしたらその人のゲームバカが映っちゃったのかも。それ俺のことだろ。でも別に責めているわけじゃないの。むしろ感謝しているくらいなんだから。ねえ、初めて SAO で会った時のことを。忘れるわけないよ。なんせ突然シノンが空から落ちてきたんだから。あの時の私は記憶が曖昧になっていて、しばらく状況が理解できなかったのよね。けどそんな私に親切にしてくれたでしょ。俺だけじゃない、みんなだってシノン心配して力になってくれていた。もちろんみんなにも感謝しているわ。でもあなたは私にあの世界での生き方を教えてくれた。生き方？剣の扱い方から様々なシステムのことまでいろいろと。そのおかげで私は SAO でも生き残ることができたんだと思う。だから感謝してるってこと。ゲームのことを何も知らない私に教えるのは相当大変だったでしょ。そうでもないさ。シノンはそんな未知の世界でも頑張って吸収しようとしていただろ。嫌だったのよ、何もできずにただそこにいることが。だとしても教えられる側の努力があったからこそ俺も最後まで諦めなかったんだと思うんだ。そう言ってもらえるとちょっと嬉しいかも。でもそれからは考えつかないくらいシノンは強くなったよな。強い？私が？さっきの戦いもそうだけど、そう真似のできない動きをしてたぜ。ねえ、じゃあ勝負してみましょうか。勝負？といってもデュエルをしようとかそういうことじゃないわよ。確かこの辺りに討伐クエストがあるはずだから、どっちが先にクエストを終わらせることができるかの勝負。負けた方が相手の言うことを何でも聞く。ふーん、面白そうじゃないか。決まりね。それじゃクエストを受けに行きましょう。はあ、あんた手加減ないのね。手加減なんて逆に失礼だろ。まあこれからも精進したまえ、シノン君。ムカつく。冗談はさておき、シノンは本当にすごいって。お世辞なんていらないわよ。本心だよ。シノンの動きを見ていて思ったんだ。単純な武器の扱いだけじゃなく、立ち回りや敵との間合いだったり、いろいろな面でシノンの実力は並じゃないってわかるよ。言い方を変えると立派。ちょっと、それは褒め言葉としてどうなの？でもそれくらいゲームにかける努力が伝わってくるってことさ。まあいいわ、とにかく強くなっているのならそれでいいの。けどやっぱあんたの強さは異常ね。ゲーム廃人の私でも真っ青だわ。褒めてないよな。どうかしらね。俺の場合シノンに比べればゲーム歴もダイブ歴も長いしな。それだけじゃないと私は思う。というと？ダイブ歴とかセンスだけの問題じゃない。死と隣り合わせの世界に生きた人の本当の強さっていうのかしら。本当の強さか。私が SAO で助けられた時、守るって言ってくれたわよね。ああ。
もちろんその言葉は嬉しいし、どこかであんたに期待している自分もいるわ。だけどこのままなのはダメだと思うの。十分強いってそう言われてもか。私に必要なのはこの程度の強さじゃないの。早く本当の強さを手に入れないと。でももしシノンが限界を感じたら迷わず俺のところに来てほしい。シノンが辛い思いをしているなら俺が絶対に助ける。たとえそれをシノン自身が拒んだとしても。拒んでも守るって約束したからな。ありがとう。今は気持ちだけ受け取っておくわ。それで十分私は戦えるもの。さて、それじゃあ町に戻る前に約束通り勝負に負けたから何でも言うことを聞いてあげる。ああ、そっか。何でもか。じゃあ前に買い物の途中でシリカが着ると似合いそうって言ってた。え？あの服？ダメよ絶対。あれはシリカだから似合うんだから。何でも言うことを聞くんじゃなかったのか。だってあんなフリフリの服を私が本当に冗談だよ。冗談ってあんたね。じゃあ俺が勝った記念にカフェで一杯おごらせてくれ。シノンが俺におとなしくおごられるっていうのでどうだ。あんたはいつもそうやって。ん？わかったわ。おごられてあげる。あ、